です。それでは歌わせていただきます。私の歌をお聴きくださりありがとうございました。お礼を言われる筋合いはないから、さよならさよならさよなら、どうでもいいの、全部どうでもいいから自分で決められないの。消しゴム落ちてたよ。起きて起きて、遅れるよ。おかしいのはあなたよ。全部あんたのせいだ。ジェイチェーンには楽しい思い出ばっかだから。今そのものの名を千空と言いましたか。千空を知っているのです。千空、あなたの名字は何ですか。続いて第2段階開始。さあ個性を使いなさい。とても楽しみ。それ私も一緒にいいかな。うん、全部。しかももしかして学食。お昼一緒に食べない。大丈夫、いつものことだから。あ、で、あそこに見えるのが一応王宮なんだけど。いやー、助けてー。真の国王になれるよ。昨日メッセージでも答えたけど、このゲームにやめるとかそんな機能ないよ。どうしてもやめたいなら死んでみるとか。勝てばいいんだよ。最初に言ったでしょ。ひろちゃん、お姉ちゃんのもの取ったの。でもひろちゃん、DVD 貸してくれた時一言もそんなこと。何の根拠もないんですが、もう少し上かなと思ってました。若いな。いいな。ゲーム内でしか縁のない人間のプライベートも知りたいですか。ああ、だからルーザー敗北者ですか。プレゼントですか。どうかお願いします。回収屋さんのお手伝いをさせてください。殺されました。お久しぶりです皆さん。赤ちゃんもうこんなに大きいんですね。私バツイチになっちゃいました。メカニカルデザインって大変そうですよ。パパラパパパパ